外呼吸のガス交換の概略図。酸素を含んだ空気を吸気し、細胞呼吸で酸素が減りに酸化炭素が多くなった血液と空気の間でガス交換にし、呼気として吐き出す。生物における呼吸は以下の2種類に分けられる。細胞呼吸、血液と細胞とのガス交換。細胞が最終に酸化炭素を放出する以下代謝系。外呼吸、 空気と血液とのガス交換。多細胞性物体が外界から酸素を取り入れ、体内で消費してに酸化炭素を放出すること。抗議には最終電子需要体として酸素を用いない、嫌気呼吸もその意味合いに含まれるが、通例では呼吸とは酸素を用いる、後期呼吸として用いる。後期呼吸の概略図細胞呼吸、または内呼吸は酸素や、 栄養素からアデノシン三ン酸として化学エネルギーを取り出し老廃物を排出する生物の各細胞で起こる一連のイカ代謝反応である。取り出したエネルギーは生合成、運動、細胞膜を介した分子輸送などに使われる。酸素を利用するにあたっては動物の場合全身の細胞にくまなく酸素を行き渡らせるため血液によって 酸素を運搬する必要がある。節足動物、軟体動物などでは、ヘモシアニン、脊椎動物では、赤血球中のヘモグロビンが、この役割を担う。血中への酸素取り込みは、植物の場合派などの気候と樹皮の皮目で、魚類、水性甲殻類は、エラ呼吸で、陸上の昆虫は、気門の呼吸、両生類は、幼生時には、エラ呼吸、生態時には、 肺呼吸、爬虫類、蝶類、哺乳類は肺呼吸で行う。エラ呼吸は水流の一定の流れを利用するが、肺は出口が一つしかないため吸気、呼吸を繰り返すことで定期的に肺内の空気を交換しなければならない。このために行う胸郭運動を呼吸運動と呼び、これをやめることはできない。呼吸運動は随運動であると同時に、 脳幹の呼吸中枢によって自動的に制御される。そのため睡眠中も不随な呼吸運動が保たれる。この中枢機構に問題があり、睡眠時に呼吸不全に陥る疾患が先天性、中枢性肺胞低換気症候群である。肺や筋肉の動き肋骨によるポンプハンドル運動とバケツハンドル運動強格の拡大における呼吸筋の拡大。 ジョーズのようなあばら骨の動きは、ポンプハンドル運動と呼ばれる。肋骨下部が、小中線から外側に向かって下方に傾斜しており、バケツハンドル運動を可能にしている。呼吸安静時の呼吸筋の挙動。サズは、空気の吸入時、渦は、空気の排出時を表す。収縮した筋肉は赤で、弛緩した筋肉は、青で示されている。強行の拡大には、 横隔膜の収縮が大きく関わる。同時に、肋間筋があばら骨を上向きに引っ張ると、吸入中に胸郭が拡張する。空気の排出中に、肋間筋が弛緩すると、胸郭と腹部は、男性的に元の位置に戻る。力強い呼吸を行っている時の筋肉の挙動。サズは、空気の吸入時、渦は、空気の排出時を表す。 頭中の色も安静時のものと配色は同じである。横隔膜のより強力で大きな収縮に加え、肋間筋とその付属筋が動くことによって、肋骨の髪型への動きが大きくなり、胸郭のより大きな拡張が起こる。空気の排出時には、肋間筋の肢管とは別に、腹筋が大きく収縮して、胸郭を下方に引き下げて、 胸郭の溶石を減少させると同時に、横隔膜を胸郭の奥深くまで押し上げる。吸気と呼気における筋肉の動きを示す図、哺乳類の肺は自ら膨らまずに、強行の溶石が増加した時のみ膨張する。人においては、他の哺乳類同様に主に横隔膜の収縮によって、肺は膨らむが、肋間筋が収縮して胸角が上向きよび外向きに、 引っ張られることでも膨張される。力強い呼吸では、肋骨や胸骨から、頸椎や頭蓋底にかけて存在している呼吸補助筋が、ポンプハンドル運動や、バケツハンドル運動を通常時の呼吸より、大きくしており、強行の容石に、さらなる変化をもたらしている。空気を排出する際にはこれらの筋肉がすべて主観し、胸部や腹部の筋肉が、 安静位と呼ばれる位置に戻る。この時、肺には、機能的残気量分の空気が残る。人の成人ではその空気量は2.5、3.0リットルである。運動中や過呼吸時など激しく呼吸している時には、空気の排出は安静時と同様に全ての呼吸筋の、弛緩によって起こるが、この時腹筋も強く収縮し、胸郭の前面と側面が、 下方に引っ張られる。これにより、胸郭のサイズが小さくなるだけでなく、腹部の臓器が横隔膜の方へと押し上げられ、胸郭内へと深く膨らむ。空気を排出しきった後の肺の容量は安静時の機能的残気量より少なくなる。しかしながら、通常哺乳類では、肺が完全に空になることはない。成人では、 空気の排出した後も少なくとも1リットルの空気が残っている。空気の輸送蒸気度空気は鼻から出入りする。鼻空は非常に狭く、前方で微中隔により2室に、奥の方では微光スケによって何室かに分けられている。このため、鼻の粘膜が空気の吸入時や排出時に空気にさらされ、その空気が湿った粘液から水分を奪い、 鼻空付近の血管から熱を奪って、高頭に到達する頃には、空気中の水蒸気が、ほぼ飽和しており、温度も、体温とほぼ変わらない温度になっている。この水分や、熱の一部は排気する際に乾燥して冷えた花の、粘膜を潤し、温める。粘り気のある花の粘液は吸入した、粒子状物質の多くを捉え、これらが、肺に到達するのを防いでいる。 気道か軌道、気管子、気管子、肺葉気管子、区域気管子、細気管子、肺方管、肺方鼻腔、陰頭、口頭よりも奥に存在する、呼吸器系の組織は、気管、気管子と次第に細かく狭い軌道に分岐している。人の気管や気管子上部には、平均23個の分岐が、マウスには、最大13個の分岐が存在しており、 よりよくの気管支や肺胞に空気を送る機能を持つ。また、肺の内部に存在する気管支の下部や肺胞はガス交換に特化している軌道に入った空気のうち、子空の領域に入った空気はガス交換に利用されずに次の呼機で外界に排出される。呼機が終わると子空は肺胞の空気で満たされ、その空気は吸気の際に肺胞に戻される。 最初の空気となり、次の呼気ではこの空気が先に吐き出される。典型的な成人の四空溶石は約1 5 0トルである。ガス交換呼吸の主目的は、肺胞内の空気を入れ替え、血液中のガス交換を行うことである。拡散によって、肺胞内の空気の分圧と肺胞の血管における、血液内の気体成分の分圧の平行化が起こる。 呼気の後には成人の肺は 2.53.0L の空気が残るが、この空気が機能的残気量と呼ばれる。吸気時には新しい暖かく湿った空気約 350ml が肺に流入し FRC とよく混ざるため FRC の蘇生は呼吸の前後でほとんど変化しない。肺の毛細血管の血液と肺内の一定の 空気蘇生が常に平行となり、動脈血中の気体の拡散速度が各呼吸で一定に保たれるため、あらゆる人体組織の血液では酸素濃度や二酸化炭素濃度が呼吸サイクルによっては大きく変化しない。このため、呼吸数の向上性は動脈血中の酸素と二酸化炭素の分圧にのみ依存しており、その結果血液の pH も一定に保たれる。 冷水に顔を沈めると、潜水反射と呼ばれる反応が起こる。この反応ではまず、軌道への水の流入を防ぐため軌道を塞ぐ。また、代謝率も次第に低下していく。これは、四肢や腹部にある内臓における動脈の激しい血管、収縮を起こし、潜水開始時に血液と肺にある酸素を心臓と脳に供給するために確保するためのものである。 習慣的に潜水するペンギンやアザラシ、クジラなどの生物でよく起こる反応である人においては、大人より、幼児や子供に対して起こりやすい。人の呼吸は、脈拍、血圧、体温と並んで、生命活動の客観的な兆候となる、バイタルサインの一つである。呼吸する人は出生すると外呼吸を開始する。 新生児では健常であっても1分間に30回程度の呼吸をしているものの、成長とともに1分間のあたりの呼吸数は次第に減少し、健常な成人の呼吸数は1分間に12回から20回とされている。老化とともに肺の伸縮性は低下し、成人期と同じガス交換を行うのに必要な呼吸数は増加する。この呼吸数は、 自律神経により無意識に調整されるが、意識的に行うこともできる。自律神経では、抹消性科学受容器や機械受容器で検知した刺激を呼吸中枢にて判断され調整が行われる。この呼吸中枢への刺激は、動脈血中の二酸化炭素量の増加が特に強く、次に、血の pH 低下、その他に体温上昇、運動、 低酸素、精神疾患などの刺激を受けると呼吸を早めて、換気を行おうとする。逆に刺激を弱める要因としては、高濃度の酸素、二酸化炭素量の低下、pH 上昇、体温や、代謝の低下などがあり、高濃度酸素を吸入させると、呼吸が停止したり呼吸が緩慢となる。呼吸の方と割合人の呼吸の方には、腹式呼吸、胸式呼吸、 恐怖式呼吸がある。呼吸の割合は通常は、吸気1、呼期1.5、急速気1のリズムで繰り返す。異常呼吸の種類。ありがとうございます。